離散数理工学の8回目の授業を始めていきます。離散大数の話をやってきてますが、今日が離散大数の話の最終回になります。前回からこの対称性を考慮した数え上げの話をしてまして、今日はその続きになります。で、目標としては前回と同じなんですけども、前回とちょっと違った内容、特に立体というか3次元の話も今日はしていきます。またこのバーンサイドの答えというのを使っていくということになるので、もう一度、まず前回までの復習から始めましょう。置換群がありまして、これでは、X 上の置換を集めたものである性質に出すもののことでしたけども、その時に要素 X の軌道といったら、それがこの G に入っている置換 π で移された X を移した先を全部集めたものでしたね。これが X の軌道でした。で、この X の軌道というものを全部集めると、これが X の分割になっているというのが、重要な性質だったというわけです。で、ここでその数え上げようとしているものが、この分割として、いくつに分かれるのかということを、数えるというのを最終的にやっているということになります。で、そのためにですね、バーンサイドの補題というのを使うんですけども、バーンサイドの補題において重要な役割を果たすのが、この不動点集合というものです。不動点集合ってことは何かっていうと、この π っていう、置換があったときに、その π によって移った先が同じになるような、自分自身になるような、πx が x になるような、要素 x の集合のことです。ですね。で、バーンサイドの補題は何だったかというと、軌道の数ですね。軌道の総数というのが、この、不動点集合の要素数の平均値ですね。に等しいですよ、というものでした。ね。これをその2回目の、あ、2回目というか、離散大数の2回目のところの授業で、証明したということですね。で、前回これを使って、その、色を塗るんですけども、その色を塗るときの、その考え方。に、このバーンサイドの補題を適用しようという話をしてました。で、色を塗るというのを、ここでは着色というふうな、言葉で呼んでるんですけども、この C っていうのを色の集合だと思いまして、この X の要素に C の色を塗るというのを、この写像で表すと、X の各要素に対して C の要素を割り当てることとして表すというのが着色のことであるというふうに考えるということでした。で、その着色全体の集合っていうのをこの C の X 乗っていう式で表すと、式というかその、記号で表すっていうふうにしてましたということですね。それで、重要なことは何だったかというと、この置換の拡張というものですね。今、一つ着色があったときに、その X の要素に色を塗っているんですけども、この π というので、この色の塗り方をですね、入れ替える。ということを表すのがこの π バーであるというふうに言ってますね。だからこれが π バー φ というのが、φ 丸 π ということになると。これがややこしかったですけども、こんな感じだと。この φ という色の塗り方があるときに、この π っていう置換があったら、この φ バー、じゃあ π バー φ っていうのは、φ 丸 π と、こういうことですね。形で定義されるということです。で、ここで重要だったのが、この π プライムじゃなくて π バー。っていうのは、この、着色を与えたら着色を返すっていう、写像になっていると。C の X 乗から C の X 乗への写像になっていると。この π バーというものがね。っていうことだったと。で、この π バーの性質っていうのを、前回ちょっと紹介してたんですけど、それ何だかというと、まずこれは、そもそもこれは置換であると。だからその色の入れ替えなんだけども、その色の入れ替え、着色上の、置換。だから、全体差になっていると。ですね。で、なおかつ、そのようなその π バーっていうのを全部集めてくる。G という置換群があったら、その G に入っている π に対して、この π バーっていうのを全部集めてきたもの。これ G バーと今書くことにしてますけども、これは実は、着色の集合上、C の X 乗上の置換群になっているということです。ということなので、この G バーに対して、あれですね、バーンサイドの補題を適用できるという形になるということになりました。で、その着色に関して、このバーンサイドの補題を書こうとするとどうなるかっていうと、このあれですね、φ という着色が、この、G バーですね、G バーという置換群によって何に移りうるかっていう形で、この軌道を考えると
ということをすると、その総数というのが、そのままですね、この π バーに関する、π バーの、不動点集合の要素数の平均値になるということですね。で、今、ここら辺、これ G って書いてますけど、まあ、これは合っていて、まあ、特に、G の要素数と G のバーの要素数ですね。ちょっと歪んでますね。歪んでるのを直すとこですね。こうなってますから、まあ、ここは本来は G バーなんですけども、まあ、G でよろしいということですね。で、ここも本来は、π バーを G バーから取ってくるっていうふうに書く方がいいかもしれませんけども、まあ、同じなので、同じなので、π を G から取ってくると。で、その π に対して π バーを考えるということにしているというふうにしています。はい。で、これはですね、この C の X 乗ってこの全ての着色を考えるときの話であったんですけども、前回はですね、これをですね、G 付近の着色の集合に対して考えても同じですよと、同じような、バーンサイドの補題が成り立ちますよということを言ってましたということが前回の復習になります。はい。よろしいでしょうか。で、また今日もこれを使っていくということになります。はい。ではですね、どういうことをやっていこうとしているのかということの例をまず見ます。こういう、ちょっとまず今日は例題から考えましょうと。正三角形の三頂点と重心を2色で塗る。だから今これ、三頂点と重心ですね。ここを塗ると。で、2色で。で、それを2色で塗り分ける方法なんとやるかと。ただし、回転によって一致するものは同じだと見なします。というような形です。で、これは、まあ、全部書くとですね、この8通りになるんですけど、まあ、なんでこれ、この8通りになるのかってことを今から考えていくということになります。で、そうすると、これその正三角形の三頂点を塗ることを考えていて、回転によって一致するものが同じだというふうに見なすので、まあ、そういうものを表すような、置換群何だったかということを思い出すと、これはですね、巡回群 C3 だったなっていうふうに思うわけですね。で、巡回群って何だったかっていうと、この正三角形のこの回転をまあ表すような、置換群だったというふうになるわけです。ただ、ここで、問題が起きるんですね。なんでかっていうと、C3 っていうのは、もともとどのように定義されていたかというと、まあ、置換の集まりとして書くと、123を123に移すような高等置換。で、123を、213に移すものと、123を312に移すものと。このまあ3つからできているわけですね。で、これはまあ正しいということになっています。で、何が、で、これを使ってですね、これを使って、おっとっと、これを使って、ちょっと固まってしまった。これを使ってですね、おっと、ちょっとすいませんね。落ちてしまいましたね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと切りますね。はい、復活します。すいません。ちょっと、リューバーが落ちてしまったので、もう一回。これ今あるんですけれども、これでこの、正三角形の回転を表せるんですけども、何が問題かっていうと、これだとですね、この頂点しか色塗れないんですよ。頂点しか色塗れなくて、今この重心も本当に色塗りたいんですね。重心も色塗りたい。だから何かっていうと、色を塗る対象、あ、対象、これ漢字が間違ってる。対象4つあるわけです。4つあるんだけども、ここではこう3つしか要素出てきていないので、これ困るんですね。だから、考えるべきその置換群っていうのは、この巡回群 C3 に似てるんだけども、このなんかその真ん中、この重心の位置もなんか考えてあげたようなものにしないといけないということになるわけです。だから、まあ、そういう意味でこういうものを考えましょうと。考える置換群 H というのはまあこういうものになりますと。まあ、今、これを今 H と置いてます。うん。でないかというと、1、2、3、4ってこの真ん中のですね、この重心の部分を表すような要素をもう一つ付け加えてあげて、それを今4としましょうと。で、これで、回転させてみると。で、そうすると、これですね。これは、ちょっとなんかずっと上の、書き方が合ってないような気がしますけど、すいません。合ってませんね。これは1が、あ、いいですね。1が2の通り移ってるこのような感じですね。はい。っていうふうに書いてるわけですね。なるほど。ちょっとこれ、後の書き方と合わないかもしれませんが、ちょっとすいません。まあ、それは置いといて。まあ、このような3つの、置換を考えて、まあ、今、この3つの置換からなる集合、これは置換群になるんですけども、このようなものを考えましょうと。だから、これは、だからどういうふうになってるかっていうと、この前のですね、1、2、3が映る部分っていうのは、先ほどの C3 と変わらない。だけども、この4の部分は、このまあ回転によって右辺なんですけども、まあ、これが付け加わっているっていう、こういうような、
置換3つを持ってきているということになります。で、これを考えて、これにおいて、バーンサイドの補題を適用してあげれば、今考えている、数え上げの問題というのが、うまく解けるでしょうということを言えるわけですね。だから、それをやっていくということになります。で、一応言葉だけ言うんですけども、このですね、その操作はですね、同じなんですよね、操作は。この、回転、120度回転、240度回転を行うっていう、この操作は同じなんですけども、この考えてるですね、この集合の土台がですね、上の方は1、2、3っていうこの頂点の部分だけなんだけども、下は1、2、3と、この、重心の部分も、付け加えて考えてるっていう形になってるんですね。だから、これ操作は同じなので、そういうものはこの動形というふうに言いましょうっていうふうな、ちょっとイメージでいてください。これ定義は後でちゃんと言います。動形でどういう意味なのかってことを、定義するんですけども、ここではこの上のですね、この C3 っていう巡回軍と下の、軍、置換軍っていうのは、動形であるっていう形で、だからその回転をこのような形で考えて、それに対してバーンサイドの答えを適用してあげれば、その回転で同じものを同じと見なすという形の数え上げができますということになります。で、じゃあそれ実際にやってみましょうということを今からやっていきます。つまり、そう、やるためにはどうすればいいかっていうと、この一つ一つの置換に対して、その不動点集合が何であるのか、その大きさですね、不動点集合の要素数が何なのかっていうことを考えればよいということになります。で、順番にやっていきましょうと。まずですね、この00置換を表す置換、つまり高等置換の場合、どうかっていうと、これはその、ファイっていうのが、このパイバーのですね、固定、不動点であるとすると、つまり、色は変わらないので、どの i に対しても、ファイ i とファイパイ i は同じということになりますね。で、つまり、これは、この状況における、任意の色の割り当て方を数え当てあげれば、それが、この不動点集合の要素数になるということになります。今、色の数は2であって、x の要素数4ですから、これ2の4乗になると。16通り、この配置、塗り方がありますということになります。はい。では、120度回転見てみましょうと。これですね。で、そうすると、この時には、これはこことここを見てますね。1と3の色は同じじゃないといけない。2と1の色は同じじゃないといけない。3通りの色は同じじゃないといけない。4と4の色は同じじゃないといけない。っていうような、条件というか制約が、ファイに出てきます。あ、このファイが、パイバーの、不動点だったらですね。そうすると、4のところは、何も、条件ないんですけども、この1、2、3のところを見ると、ファイ1とファイ2とファイ3が同じじゃないといけないということがわかります。ので、ファイ1とファイ4の色を決めてあげると、1と4の色を決めてあげると、2と3の色が自動的に決まるということになるので、1と4の色の決め方、2の2乗というのが、この場合の、不動点の個数になるということになります。いいですか？で、同じことが240度回転でも言えると。同じように、1、2、3が、の色が同じにならないといけないので、不動点の個数が4になるということになります。で、これ全部足してあげて3で割ればよいというのがバーンサイドの答えです。16足す4足す4を3で割ると8になるということで、この8通りというのが確かに、数えるべきものの総数であったということがわかるということになります。よろしいでしょうか？ということでですね、その正三角形だけ考える場合は、この3つの要素の上の、置換群、この場合巡回群を考えればよかったんですけども、こんな、別のものが出てきたときには、それをそのちょっとですね、大きくしてあげるというか、巡回群と同型な群を考えるかという形で、うまく処理するということが必要になるということになります。よろしいでしょうか。ではですね、今言ったその群の同型性、群が同型であるということをちゃんと定義しようと思います。ここ定義だけです。はい。で、これが定義ですね。有限集合 X と、その X 上の置換を集めた置換群 G っていうのがある。で、もう一つですね、別の有限集合 Y があって、この Y の上の置換を集めた置換群 H というのがあるとします。で、この2つの置換群 G と H が同型であるっていうのが、ここに書いてあることで定義されています。で、どういうことかっていうと、次を満たすような前端者、G から H への前端者が存在することです。で、どういう前端者かというとですね、G に入っている置換を2に2つ持っています。π とパイプライム。いきます。で、この π とパイプライムの合成を考えます。積ですね。置換の積ですね。で、それを F で移すと、これ自体は、
H の要素になります。なんでかっていうと、まあ、そもそも、G は置換群ですから、この π 丸 π プライムって、これは、G の要素になってるわけです。置換群だから G が。で、それを F で移しているので、これ、F、π 丸 π プライムっていうのは、これは H の要素になってるわけですね。いいですか？もともと F っていうのは G から H への射標だからですね。で、これが右辺と等しいですよと。で、右辺何かっていうと、この π、F π ですね。これは今 H 要素なわけですね。で、F π プライム、これも H 要素なわけです。なんでかっていうと、F っていうのは G から H への射標であって、π と π プライムは G の要素だからですね。で、それの合成です。ですか。と等しいですよと。いいですか？だからちょっと、この式はいろいろと複雑な部分があって、何かっていうと、この左辺のですね、ここの丸。これは、G における置換の合成です。で、右側のこの丸っていうのは、これは H における置換の合成です。いいですか？だから、まあ、細かいこと言うと、この左辺の丸と右辺の丸っていうのは、実はちょっと意味が違うんですね。意味が違うんですけども、まあ、どちらも、その置換の合成であるので、同じ文字で表していると思ってください。はい。で、これが成り立つと。で、まあ、一応ここに書いてあることをまず読むと、で、この性質を満たすような F のことを G から H への同型射標でと呼びます。はい。で、G と H が同型であることを、このような記号で書くことがあります。まあ、これは今後使わないので、この授業では使わないので、まあ、あんまり気にしなくていいんですけども、いろんな本とか見ると、こういう記号で書いてあることがあります。で、下はイメージ図です。イメージ図。今、G からですね、まず G と H は、置換群です。で、G から A、π と π プライムっていうものを持ってきます。で、それを F で移すと、f π と f π プライムっていう、この h における置換が得られるわけです。で、一方で、π と π プライムを合成すると、π 丸 π プライムになるんですけども、これはこの g に入っている置換なわけです。なぜかというと、g というのが置換群だからですね。ですか。で、このですね、このというのは、この条件が何かっていうと、この、π 丸 π プライムっていうのを f で移してあげると、f で移したけど、それがこの f π 丸 f π プライムに一致しますよということです。ですか？今、これはこの f で移してますから、この f で移したときは本来は f カッコ π 丸 π プライムなわけです。本来はね。だけども、ここで言っている条件は、これと、ここに書いてある f π 丸 f π プライム、つまり f π と f π プライムを合成してできたもの。これが一致しますよですね。こういうことです。まあ、これはその、気分の図です。気分の図なんですけども、まあ、これ通じるかどうかわからないです。これ気分の図です。はい。というのが、この動機であることの、定義です。いいですか？これで、じゃあ、これ先ほどの例で見ると、まあ、こんな感じだと。この上が先ほどの例で言うと、これ C3 で、これ3つ、置換があって、下の方がこれ H であると。で、3つ置換があると。こんな感じだったと。で、実際この時には、ちょっと色を先ほどのと合わせてよかったけども、ちょっと合わなかったので、ちょっと合わない、いいことを許していただいて、この、ちょうど上にあるものをちょうど下にあるものを移すのが、この F になっていると。こういう感じですね。はい。よろしいでしょうか。いいですかね。例えばこれ実際やってみると、例えばですね、じゃあこれを今 π だと思って、これ π プライムだとすると、これが f π、f π プライムなんですけども、じゃあ、じゃあ π 丸 π プライムは何でしょうと。この回転、この回転、逆もですね、この回転とこの回転の合成は何でしょうというと、これは、実は、これ高等置換になりますと。高等置換。これ、C3 に入っている高等置換ですね。これですね。これになりますと。ですかね。ですかね。ちょっとこれもじゃあいいと思いますけど。で、じゃあ、なので、F π 丸 π プライムっていうのが、FE ですね。これになると。だから、これが今 FE ですね。なっていると。で、一方で、f π 丸 f π プライム。これ何でしょうと。そうすると、これとこれの合成ですね。これの合成。これやっぱりこれ FE になりますね。うん。FE になりますね。ってことで、この二つ確かに、等しいと。
なりますね。で、今ですね、この真ん中の、置換をパイ、右側の置換をパイプライムとして選んだら、この2つが一致したってことを言ったんですけども、これがですね、この場合は、どの2つの、置換を選んできて、パイプライムとしても、言えます。ので、成り立つと。つまり、この2つの群は同型ですと、ということになります。よろしいですか？まあ、ちょっとちゃんと確認しませんけども、そういう形になっています。で、注意がありまして、G と H が同型だったら、その位数は等しいです。まあ、これ当たり前で、この F というのはこれ全単車なので、全単車があるってことは、この2つの集合の予素数、つまり、群の位数が等しいということですね。はい。で、これ使っていくっていうのが先ほどの話で、つまり、その、あれですね。パーンサイドの答えを使うときに、その右辺の分母に来るものは、この同型な群を持ってきていれば、要素数が等しいので、その要素数だけ考えればよいということになります。はい。ではですね、この考え方を使って、バーンサイドの答えを適用していくっていう例をもう2つやっていこうと思うんですけども、その前にですね、1つ注意があって、今ですね、この G と H では同型であっても、で、この同型差と F っていうのがあったとしてもですね、この置換 π に対して、この π の、不動点集合の要素数と f π の不動点集合の要素数っていうのは同じであるとは限りません。ですかね。で、もう一度ちゃんと、これ気にしなきゃいけないのは何かっていうと、まあ、g っていうのは先ほどの、記法で言うと、これは、x 乗の置換の、を集めたもので、h っていうのは、y 乗の置換を集めたものっていうふうに、であるとしましょうと。で、そうすると、今ですね、このフィクスパイって書いてあるもの、これは、X の分集合なわけです。ですかね。で、右辺の方の、このフィクス F パイって書いてある、これはですね、Y の分集合なわけです。前に戻りますと、まあ、なんかこんな感じで書いてるんですけども、これもともとこのパイとか F パイっていうのは、これは置換なんですけども、上の方は X 乗の置換で、下の方は Y 乗の置換なわけです。です。だからその、元になってる集合違うんですよね。だから、このフィクスなんとかって書いてあるんだけども、それの、それがそのどの集合の分子なのかってことも違うので、それはちょっとですね、この、括弧の中に入っている置換が、その、何乗の置換なのか、何乗っていうのは、左の方だとこれは X 乗の置換。で、右の方だと F π が Y 乗の置換ですね。なので、その、どこの上の置換であるのかによって、このフィクスなんとかっていうものが表すものが違うので、まずその点に一つ注意をしてください。ね。で、それを注意した上で、この二つの要素数っていうのは異なる場合がありますと思います。例えばですね、今、この先ほどの例、上の方が C3 で下の方が Y と、こんな感じで書いてたんですけども、一番右の、左ですね。一番左の置換、これ高等置換ですけども、これを π とすると、その下が fπ であるという形になってたというわけですね。で、この時に上の方の π に対する不動点集合っていうのは、これ、すべての要素がこれ不動点なので、これはですね、要素数これ3になりますと。で、一方で、フィクス π、fπ ですね、すいません。fπ ってこの下の方のですね、高等置換の、不動点の要素数がこれ4になるということですね。ということで、不動点の個数っていうのは、この、この同型差像の、移した先、あと、前、あとによって、保存されるような性質ではないってことになるので、それは注意をしてください。いいですかね。だから、よくですね、いろんな本とかですね、教科書とかですね、まあそうですね、いろんなところにですね、この、G と H が同型だったら、片方は、考えなくていいよとかっていうような、ことが書いてあることがあるんですけども、この、不動点集合をですね、考える場合は、そうとは限らないので、それは注意をしてください。ですね。特にこのバーンサイドの答えを適用するとするときには、この、不動点集合の予想数出てきますから、注意が必要になると思ってください。はい。では、この注意を、覚えておきながら、対称性を考慮した数え上げの例をもう2つやって、今日の授業は終わりになります。はい。で、1つ目は、初回に、あれですね。予告したものをようやく行うということになります。で、何かっていうと、正8面体の回転対称性に基づく数え上げです。それを考慮した数え上げですね。正8面体の頂点を2色で塗り分ける方法は何とやりますかと。ただし、回転によって一致するものは同じとみなすということです。で、これはここに書いてある通り、10通りなんですけども、まあ、なんで10通りなのかってことを、まあ、考えるということになります。でですね、
まあ、前回、あるいはその先ほどの例1ですね、今日の例1っていうのは、そのまあ平面上の話だったので、まあですね、頑張って考えれば、その全部書くことによってですね、数えることもできるかなっていうまあ気はするんですよ。ただ、3次元のものとかですね、あるいはもっと次元が高いものとかですね、あるいはその、もっと抽象的なものですね。グラフとかあるんですけども、抽象的なものに対してですね、こういうその対称性を考慮した数え上げを行おうとすると、ちゃんとしたその、なんだろうな、置換群に基づく考え方とかですね、そういうものをしないと間違えてしまうと思うんですよね。なかなか本当にこれで全部かなとかってことがですね、わかんないかもしれないですよね。まあ全部なんですけども。で、実際にじゃあ、今からはその、あれですね、バーンサイドの答えを使って、この10個なんだってことを確かめるってことをしようと思います。で、そうするとですね、まずその、どういう置換群を考えるのかってことになります。でですね、まず一つ注目したいのは何かというと、実はですね、その正八面体の回転を、回転対称性を表す置換群っていうのは、立方体の回転対称性を表す置換群と全く同じです。で、なんでかっていうと、まあ、こんな感じですね。なんでかっていうとですね、これ、上に立方体があるんですけど、で、下にですね、なんだこれは、正八面体があります。で、気分としてはですね、気分じゃなくて本当に、まあ、照明なんですけども、まあ、これは照明じゃなくて、そうか、だから、これはですね、演習問題にあったんですね、演習問題、第5回の演習問題になったので、それで考えていただきたいんですけども、実際その、この正八面体の、回転対称性と立方体の回転対称性は同じ群によって司られている。同じ置換群が司っているんですけども、問題はですね、この、立方体のですね、回転対称性を考えるときにどういうふうに考えていたかというと、このですね、4つの対角線を取ってきて、それのこの、移り変わりなんだと、入れ替わりなんだっていうふうに考えていたっていうのが、前々回、前々前回かな、第5回のときに説明した方法なんですけども、ここでは、この対角線に色を塗るわけではなくって、この正八面体の頂点に色を塗ろうとしているので、だから先ほどと同じようにですね、この S4 という、この立方体の回転対称性を表す置換群と同型なですね、うまい置換群を持ってきてあげる必要があります。で、例えばですね、まあ、何もしていない状態は、まあ、今これであると。しましょうと。で、その、第5回の時のですね、様子を見てると、まあ、例えばですね、このように、1、2、3、4が、4、3、じゃですね、4、1、2、3に、こう、映ってると。いうような形になっている場合には、それはですね、この、直線、相対するですね、面の中点を結ぶ直線の周り、これは90度。回してるところになってるんですけども、それをですね、この、正八面体に、同じようにですね、適用させてあげると。で、そうすると、この場合はですね、ここの部分ですね、この、なんて言うんですかね、赤道って言ってんですかね、の部分で、同じように、こう、くるっと回してあげると、こう、元に戻るような、そういうその回転で、この、番号付けが得られているというような形として、その置換ができるわけです。わかりますかね？その1が1に移って、2が4に移ってとか、そういう感じですね。で、同じように、今これ90度回転してたんですけども、これ180度回転するとこれが得られると。270度回転するとこれが得られると。こんな感じになってるわけです。で、こういうような形で、その、回転に、その、なんですよ、この、回転でこの対角線が移るんですけども、それに応じて、この正八面体の頂点も、互いに移り合うと。そのどの番号に移っているのかってことをここで書いているというふうに思ってください。で、この S4 っていうのはですね、全部でですね、4×3×2 ですから、3、4、24個。24個の、要素、置換から構成されているんですけども、今ここに4つ書いてまして、あとですね、20個、このような図が続きます。まあ、こんな感じですね。これ別の、面の中心を結ぶ直線の周りにこう回しているというのが3つあると。で、別の軸の周りにも1つ、2つ、3つあるという感じですね。で、これ別の形の回転ですけど、どういう回転かっていうと、相対するですね、2つの辺があって、そのまあ中点を取ってきていると。で、そのを結ぶ、直線の周りが180度回転と。
というので、これが得られていると。で、これどんな感じになってるかっていうと、これ元々が何だったかわかんないからいけないかもしれませんけども、こことここは入れ替わってますね。こことここが入れ替えると1、2が元に戻って、あったから、こことここも入れ替えてますね。こことここも入れ替わっていると。はい。はい。で、3と4もここも入れ替わってますね。ここも入れ替わってる。はい。だから、もともとがどうだったかってことを書いてないからいけないんですけども、もともとがどうだったかっていうと、ここは1で、ちょっと待ってください。戻りますね。2、3、4、あ、そうか、そうか。思い出した。1、2、3で、サイコロのように、番号をつけたんだった。こうですね。サイコロのようにってのは、その相対する頂点の番号の和が7になるように 番号をつけたんでした。はい。って形で、もともとこうだったんですけども、もともとこうだったんですけども、この回転によって、まあ、こういうような入れ替えが起きているということになります。はい。で、これはその別の、直線を取って同じような、回転をさせているということになります。で、あと3つですね。で、同じようなこの軸の取り方っていうのが、これが6通りあるのかな？はい。6通りあるので、あとこう4つ出てきているということになります。はい。それでですね、他のパターンがあってこれ何かというと、ですね、これはですね、どこ、この、i 対するですね、頂点を通る、あ、先生、頂点、i 対する頂点を通る直線の周りの、これが120度回転、240度回転、まあ、これは120度回転、マイナス120度回転と言った方がいいですかね。という形で、取っているものというのがあります。で、これはですね、どういう感じになっているかっていうと、だから、この場合、ここですね、この、直線に沿って、回転させているので、この図で言うとどうなっているかというと、このですね、まあ、奥にある、三角形と、この手前にある三角形ですね。この周りで120度回せると思ってください。だから、ここの周りでですね、ここに書いてあるような、回し方をすると元に戻ると。で、もっと何だったかっていうと、もう一度書くと、やっぱりちょっと手で書くとですね、図が汚いんですよね。ここ1、2、3でしたっけ？で、6、5、4ですね。こんな形になると。いいですかね？なんか想像できますかね？ちょっとなんかアニメーションかなんか作ればよかったかもしれませんけど、ちょっとあれですね。横着してすいません。皆さんのイマジネーション 必要ですけども、まあ、実際なんかこう模型とか作ってですね、ぐるぐる回すっていうのがいいとは思いますけども、まあそういう形でこれ得られるという形になっています。で、このようなその対角線の置き方は4つあると。あ、えー、だから、これ1つ目、2つ目。で、3つ目、4つ目という形で、全部でこう24通りの、回転の仕方によって、その1、2、3、4、5、6という頂点がどこに打つのかということが決まってくるということになります。でですね、これに対して、あれですね、バーンサイドの答えっていうのを適用したいと思うんですけども、この24個これ全部、それぞれ別にやると、これ大変なので、今言ったのはですね、その分類でですね、もう、一つ一つやるんじゃなくて、その、分類した、カテゴリーごとに、まとめてやっちゃいましょうということを考えます。つまり、今、こう、24個の置換を、紹介したんですけども、それらは、この5つのうちの、まあ、どれかに対応してますと。で、ここではですね、この正八面体の言葉で言ってます。で、何かというと、まず、まあ、口頭置換ですね。何もしない。っていうのが、1つだけあります。で、i 対する2頂点を結ぶ直線、i 対する2頂点を結ぶ直線を中心とする90度回転か、マイナス90度回転。で、得られるような置換。これは、その、まあ、プラス90度でもマイナス90度でも、その、先ほど言ってた、その、不動点の個数という意味では変わらないので、これをまとめてしまうということにします。で、これを本当にまとめていいのかどうかってことは、ちゃんと本当は議論しないといけないんだけども、まあ、直感的に考えてそうでしょうというふうに思うってことで、ここでは収めてます。だから本来は、もう24個全部やるっていう立場の方がいいかもしれませんけど、まあ、慣れてきたら、まあ、これは、プラス90度もマイナス90度も変わらないことになりますし、どの2頂点を取ってきても、先ほど言っていた、その、不動点の個数は変わらないってことを思えば、まあ、このようなですね、6つ、そのようなものがあるんだけども、そのうちの1つに対して、不動点の個数を計算したら、あとはそれを6倍してあげれば、これら、この2番のですね、パターンっていうのが全部尽くすことができるでしょうというふうに考えるというふうにします。
で、まあ、その代表としてこれを持っていくという形になります。で、他のパターンとしては、相対する2頂点を結ぶ直線の周りに180度回転させるもの。ね。これと。で、他のものっていうのは何かっていうと、相対する2辺の、相対する2つの辺の中点を結ぶ。これですね。はい。で、その結んだ直線を中心として180度回転させると。これですね。はい。で、こういうものは6つあります。なんで6つあるかっていうと、この正八面体辺の数12あります。12あるので、このペアの数っていうのは12割る2で6になるということですね。あ、そうか。ちゃんと言ってなかったから、これちゃんと言わなきゃいけませんね。もうちょっともう一度戻りますけども、相対する頂点を結ぶ直線を中心とするんですけども、これ頂点の数が、正八面体においては6なので、相対する頂点のペアっていうのが3つあるということになります。で、上の方はプラスマイナスあるので、3×2 で6つ、このようなパターンがあるというふうになっています。ですかね。すいません。で、最後、相対する2面の重心を結ぶ直線、2つの面の重心を結ぶ直線の周りで回すという形になります。ですかね。で、これは、回す角度は、プラス120度かマイナス120度になります。で、そうすると、正八面体、面の数は8なので、この相対する2面のペアの数というのは8割るんで4になります。はい。で、4に対してプラスマイナス2パターンあるので、4×2 で、このパターン全部で8個あるということになります。で、このパターンに分けた、この1、2、3、4、5、それぞれに対して、1つ、まあ、そこから置換を持ってきて、π として、この π バーの浮動点の数というのを計算してあげれば、バーンサイドの答えが適用できるでしょうということになります。で、これをやってみるということになります。ここまでいいですか？はい。で、それをですね、やっていこうと。で、一個一個やっていくわけです。じゃあ、まず口頭置換からやっていきますと。まあ、口頭置換の場合は、まあ、ずっとこれ、やってること同じなんですけども、任意の着色が、この固定点、不動点になる。ということなので、で、今、二色で塗ろうとしているので、6個のものを二色で塗ろうとしているので、任意の6乗通りの塗り方がありますと。ということで、64というのが出てきますと。いいですか？で、ここからややこしくって、残りのその4パターン、一つずつやっていくということになりますね。じゃまずですね、相対する2頂点を結ぶ直線を中心とする90度回転を表す時間。これですね。で、それは、この元の配置と、この回した後の配置を比べてあげて、同じ位置にあるものの色が同じじゃなくちゃいけないっていうのが、この、不動点に課せられている制約である。はいですから、それを全部今書いてあります。1と1の色は同じ。2と4の色は同じ。こんな感じですね。3と2の色は同じ。4と5の色は同じ。5と3の色は同じ。6と6の色は同じ。ですね。そうすると、この真ん中の部分から2、3、4、5の色は全部同じじゃないといけないということがわかります。つまり、1の色と2の色と6の色を決めてあげると、全部の色が決まるということになるので、この1、2、6の色だけ決めてあげればよいということになります。で、今、色は2つ使ってますから、2の3乗という形で、この、場合の、不動点の個数が分かると。2の3乗8ですと。ということですね。よろしいですか？はい。で、この場合、OK と。で、それがですね、6つあるわけです。いいですね。6つあるという、重要ですね。6つある。はい。じゃ3番目のパターン。何かというと、180度回転の場合ですね。で、図で書くとこんな感じになりますと。で、これまたこれ比べてあげると。ですね。1と1、2と5、3と4、4と3、5と2、6と6という感じになりますね。で、そうすると、2と5は等しくって、3と4が等しいというような形が出てきます。ので、1と2と3と6ですね。これを決めてあげれば、全部の色が決まるということになるので、2の4乗通りという形で出てくるということになります。2の4乗は16ですね。16、いいですね。はい。はい。ということで、この場合も OK と。で、この場合はですね、3つあると。このように、回転方法3つあるということになります。はい。ではですね、4つ目ですね。この相対する直線の中点を結ぶ2辺の中点を結ぶ直線の周りで180度回転する。と、図が書くとこんな感じになると。で、そうすると、また、さっきと同じように、この φ っていうのが、不動点であるとすると、1と2の色は同じ。2と1の色が同じという感じでこれ、踏んでいきます。そうすると、全体的にこれ書くとですね、
このような、式ができます。1と2は同じ色で、3と4も同じ色で、6と5、5と6は同じ色という形になります。ということなので、まあ、1の色と3の色と5の色を決めてあげれば全部決まりますということになるので、その場合の、符号点の総数は2の3乗になるということになります。いいですか？いいですか？はい。最後ですね。相対する2面の重心を結ぶ直線を中心とする、ここですね。ような、直線を中心とする、プラスマイナス180回転を表す置換を考えます。で、そのような置換8個あります。で、1つ持ってきて、元々比べるということをします。で、そうすると、1と3の色は同じ、2と1の色が同じとか、同じ、3と2の色が同じ、4、それ、ここですね、4と5の色が同じ、5と6の色が同じ、6と4の色が同じ、この感じになります。ということで、ここの部分とここの部分に分かれていて、つまり、1の色と4の色を決めると全部色が決まるという形になります。ですね。だから、この場合の符号点の数というのは2の2乗になりますということです。よろしいですか？で、まあ、このような置換は8個あると思います。で、これで全ての置換に対して、その、符号点の数というのが分かったということになりますから、バーンサイドの答えを使いましょうと。ここに書いてありますね。初めの場合、これ64でしたと。で、8個のものが、符号点の個数が8の、置換が6個あったと。だから、あれですね。パターン2のものが6個あったと。で、パターン3のものが3個あった。あんまりちょっとパターンって名前がいいかもしれないけども、4つのカテゴリーのものが、6個あったと。で、最後のカテゴリーのものが8個あった。形で、この符号点の個数を足してあげて、群の位数である24で割ると。で、そうすると、まあ、綺麗に10が出てくるということになって、うまくいきましたということになりますね。よろしいですか？まあ、この部分は実際ちょっと計算してあげないといけないんですけども、まあ、これ頑張って計算できますよね。これぐらいだったらね。はい。そう、期待します ので、お願いします。はい。という形で、この場合はこのような形で、計算ができるということになります。いいでしょうか？うん。だから、まあ、群の同型性とかってことを言ってたんですけども、まあ、実はあんまり、使ってなくて、まあ、ちゃんとやろうというか、形式的にやろうと思うと、形式的にその数学的にやろうと思うと必要なんですけども、まあ、気分というか、操作としては、どの軸の周りに何度回すような回転というのは何種類あるのかということを、数えていって、それらに、一つ一つに対する、符号点の数っていうのをちゃんと計算してあげればうまく出てきます。よろしいですか？はい。では、これが、A2 でした。では、例3というものに移りまして、これがですね、今回最難関というか、一番ややこしいというか、難しいかもしれない。今ですね、立方体の辺に色を塗ります。今までですね、この頂点に色を塗るとかってことばっかりやってたんですけども、辺に色を塗ることをやってみましょうと。こんな感じですね。で、3色。今、ここでちょっと色、皆さん色が見えるかどうかわかんないんですけども、赤と緑と青で塗っています。はい。で、立方体の辺を3色で塗り分ける方法なんてありますかということを言います。ただし、回転によって位置するものは同じであるとみなすということですね。はい。で、そうすると、この回転によって同じであるとみなすって言っているのは、先ほどと言ってみた、この立方体の回転対称性を表す置換群である S4 っていうその対称群ですね。っていうのを書いてあげれば良いということになるんですけども、ここでは、この辺に色を塗るわけです。で、辺にはですね、12個あるわけです。12個。12個あるわけなんで、その12個、この辺の集合、の上の置換群っていうのを考えてあげる必要があります。で、そうするとそれはもちろん、もともとその考えている置換を考えている集合の要素数が4ではないので、対称群ですね、4次の対称群と同型なある、うまい置換群っていうのを考えてあげる必要があるということになります。ただし、それらは、先ほど言っていた、同じような回転の操作から得られるものなので、それによって、どの辺がどの辺に移るのかってことをしっかりと追っていってあげれば、原理的にはできます。で、その原理に従って、ここではちゃんとやるということをします。で、その辺が辺に移るっていうのを、うまく書くために、まずその前に ですね。ここには今ですね、10個ですね。この3色で、立方体の辺を塗る方法を書いてあって、で、これ私が書いてますけども、手で。これらはどれも、回転によって一致しないと思います。しないはずです。
しないように作ってるつもりなんですけども、してしまったらごめんなさい。うん、例えばですね、こうなんか緑が2つある、もう2つありますけども、これらは、回転で、一致しません。なんでかっていうと、ここの緑2つっていうのが平行だけども、この上の方の緑2つ、これっていうのは、いわゆるねじれの位置になるからですね。っていう感じで、大丈夫だと思うんですけども、まあそういうふうになってます。で、今ここにはですね、10個書いてあるんですけども、他にも、塗り方あるはずです。これらとは回転によって一致しないんだけども、3色で塗ってるっていう方法、他にもあるはずです。で、実際その全部で何通りあるのかってことを今から数えたい。ですね。で、どうするか。で、それ先ほど言ったみたいに、そのうまく、その、回転によってどの辺がどの辺に移るのかってことを追っていくってことをします。で、そうするとですね、先ほどと同じように、一方体の回転対称性を表す置換群と同型な置換群を考えたいんですけども、で、それで24個、そういう置換があるわけです。で、それはですね、回転の言葉で言うと、先ほどと同じように、まあ、その後頭置換っていうのは何もしない置換なのか、今度はこの、立方体の言葉で言おうとしてるのは、その相対する2面の重心を結ぶ。これですね、2面の重心を結ぶような直線を中心とするプラスマイナス90度回転か180度回転。で、それで6個、3つある。か、相対する2辺の中点を結ぶ直線。こことここですね。こんな感じですね。うん。それを中心とする180度回転。あ、じゃあ、ごめんなさい、ごめんなさい、180度回転。であるか、相対する2頂点を結ぶ直線。こことここです。こんな感じですね。うん。で、それを、中心とするプラスマイナス120度回転っていうのの、まあ、5つあるわけですね。で、それらによって、この、どの辺がどの辺で移るのかってことをしっかりと追う必要があるんですね。で、辺に番号をつけると見にくいので、辺の上に今ですね、こういうふうになんだろう、丸を置いてます。各辺の中点のところに丸を置いてます。で、この辺の中点が、どの辺の中点に動くのかってことを追うという形で、ここでは、それ書いてます。いいですか？で、ややこしいから順番に見ていきますね。今、で、この番号の付け方は、ちょっと、もう悩んでて、何が何だか分かんないかもしれないですけども、これがどんな感じなのかと言いますと、とか言えるのかな？ちょっと言えるかどうか分かんないんですけども、ここに1、2、3ですね。ここ1、2、3、4、5ですね。4、5。で、6、7、6、7。で、8、9、10、8、9、10、10、この感じですね。ちょっと通じるところは全然わかんないんですけど、まあそういうふうな形で、この頂点じゃなくて、辺の中点に番号を当てているとですね。で、この直線、相対する2面、相対する2面の重心を結ぶ直線の周りに90度回転させると、これに戻るような番号付けをここに書いてます。ですかね。そうすると、この位置を、この回転すると、こう戻ってくると。こんな感じですね。だから今これ1892となるんです。僕は1892、ここ並んでると。こういう感じになってます。わかりますかね。で、このですね、ちょうどこの黄色い、この平面があるんですけども、この上にちょうど今このですね、3716というのが並んでて、これをこう90度回転すると3716にこうなると。こんな感じですね。ですね。で、一番下も同じ感じで、411125と並んでるんだけども、これ回転すると411125と、こういうふうに並んでるという形になります。ですかね。という形で、この90度回転させるって得られたものはこれだということはわかるということになります。で、150度で回転これですね。それはですね、先ほどと同じように、私ちょっと塗っておけばよかったんですけども、この一番上の平面と、この真ん中の平面と、一番下の面。まあ、この上でぐるぐる回ってるという感じになっていると。で、それが180度回ったらこれですと。ということですね。はい。で、それが3番目でしたと。で、4番目、相対する2辺の中点を結ぶ。だから今これ1と12と書いてあるところ、ここで回してると思ってください。いいですかね。で、この1と12っていう、書いてあるところを結ぶ直線の周りで回してますから、1と12っていうのは、この回転によって動きません。1と12のままです。ですね。で、他のものがどうなってるかなんですけども、今ですね、この黄色い、面があります。で、この上に乗ってるのはこの4と9だけです。で、それが、この面が180度回転することによって、4と9っていうふうな場所に動くということになります。ですかね。でですね、この黄色い平面から浮いてる場所、わかるかな？
ここにこの今、7、8、2、3ってこういう部分なんですけども、ここはですね、同じ平面上に乗っていて、それがこの黄色い平面とですね、今赤で書いてますけども、これと平行なんですね、これが。ですか。だから、今この、1と12っていうところ、ここのを結ぶ直線の周りでぐるっと180度回すと、この、2、3、7、8。この部分も180度もあります。だから今これ2、3、7、8だったのが、ここは2、3、7、8。これになると。こういう感じになります。いいですかね。わ かりますかね。そうか、イマジネーションが必要なのかもしれない。で、この黄色いですね。この黄色く書いてあるところ、この後ろ側にですね、後ろ側にあるのが、ちょっとこれ見えるかな。これですね。10、11。5、6ってこの部分ですね。はい。で、これも、この黄色い平面と平行です。ので、回すと、ここですね。10、11、5、6と、この部分が出てくると。その180度、入れ替わった形で出てくるという形になります。という形で、この、回転対称性によって、どのような、形で、この番号が動くのかというのがわかるということになります。いいですかね。はい。で、最後にあのが、相対するに頂点を結ぶ、直線を結ぶ。で、それに関して120度、あるいはマイナス120度回すという形になります。で、これはですね、こことここで回してますけども、で、これはどんな感じになっているかというと、今はですね、ここちょっとこの、もともと、前回 書いてた、この二つの三角形書いてますけど、この三角形、の上にどの、辺の中点も載ってないので、あんまりこれは、有効な字ではないって感じがするんですけども、このですね、三角形は、二つの三角形、これは、平行です。で、これと平行なものがですね、ここの中にですね、三つ書かれている感じになってます。で、それを表すためにわざわざこの字を書いたっていう感じですね。これ何かっていうと、辺のですね、中点だけを取ってきて、そこから作られる、それらを頂点とする多面体を書いてみたっていう感じです。で、そうするとですね、今この黄色いですね、二つの平面と、平行な部分っていうのが、ここにですね、三つ、そのまま出てます。どこかというと、こことですね、この六角形と、これですね。これがですね、この黄色の、面というか、平面と平行なものになっています。で、何が言いたいかっていうと、この黄色の、じゃなくて、この軸ですね。この直線の周りに回転させるっていうのは、この、3つのですね、図形を、120度回転させるってことに、対応することになります。で、そうするとですね、今ですね、ここの部分ですね。この、塗ろうかな。ここの部分ですね。この部分、今、1、2、3っていうのが、この右の図では書いてあるんですけども、だからその部分がですね、120度回ると、元の図では、この1、2、3では出てくるという感じになってるわけです。わかりますかね？ いいですかね？で、同じようにですね、この六角形の部分ですね、六角形の部分、そこから書いてるところで、4、5、6、9、8、7って、ここですね。この部分ですね。で、これを120度回すと、4、5、6、9、8、7になると、こんな感じなんですね。こんな感じなんですね。わかりますかね？ちょっと今、消しますかね？ここね。感じになっていると。で、最後のところ、この10、11、12のところ、これも、ここで10、11、12というのは出てきているという感じになっているわけですね。で、まあ、こういうのをですね、ちょっと、ちゃんと書いてあげるのが重要で、で、ここではそれを書いてみたということになっているわけですね。いいですか？ いいですか？ はい。で、まあ、そういうような、形で、この各辺がどの辺に移るのかってことが、これで、書けたという形になります。で、まあ、この図を使って、今から、この各置換に対する、置換 π に対する π バーの浮動点っていうのは何なのか、その個数を計算しましょうということになります。今ですね、3色で塗るんだってことも、頭の中に入れておいてください。じゃあ、まず行動置換ですね。で、これは、この12色、あ、12個のところに、何割当ててもいいっていうのは、いつも、まあ、お決めのパターンというか、ちょうどになってますから、それでやりましょうと。で、色の数が3であって、色を塗るものの対象が12があると。だからこれ3の12乗になります。
で、これはですね、なかなか計算できませんけども、これはちょっと、これちょっとこれは電卓を使ってしまいました。そうすると3の12乗というのが、これですね、53万1441であるということがわかりまして、まずこれが出てくるということになりますね。もうこの時点でなんかすごい数になりそうだなって気がしますけども、やっていきましょう。で、これ口頭試験の場合です。で、あと、4つのパターンがあるわけです。パターンで4つの、部門があります。で、対する2面の重心を結ぶ直線を中心とする90度回転。先ほどのこの図ですね。で、そうすると、1が8と等しいのはですね、こういうようなその制約がですね、12個出てくるわけです。で、それはこの図からわかります。ですか。で、これじーっと見るわけです。で、じーっと見ると、1と8は等しくって、8と9が等しくって、9と2は等しくて、2と1は等しいということから、1、2、8、9は等しいということがわかると。まあですね。で、3と7は等しい。で、7と10は等しい。10と6は等しい。6と3は等しいってことで、3、6、7、10は全部等しいと。わかると。じゃあ、4はでしょう。4と11等しい。11と12は等しい。12と5は等しい。5と4は等しい。ってことで、4、5、11、12っていうのは全部等しいとわかると。ってことなので、この1と3と4の色を決めてしまえば、他の色全部決まるということなので、この、3つの部分だけ色を決めてあげればよいと。色の数は3で、決めなくちゃいけない場所が3箇所。ということで3の3乗になると。で、これ27というふうに、この場合の浮動点の個数が出てくるということになります。いいですか？で、これが、2番目の場合ですね。で、3番目の場合、180度回転ですね。このような図でしたと。で、この時に同じように1と8が等しいとっていう。おっと。これはなんか間違ってますね。ここ間違ってるんです。じゃあ今直します。1と8が等しい。こういうふうにですね、間違うのがいいです。2と。全然違いますね。全然違っていてすごいですね。なんでこんな風に間違ってしまったのか。ちゃんと直しますね。1と8が等しい。じゃあ2と、なんかこれおかしいぞ。あ、わかった。これ図が間違ってます。すいません。図が間違ってる。すいません。図が間違ってるんで、だからこれ90度回転の図を載せてしまってますね。あ、これ全部90度回転の図を載せてしまってます。すいません。これはですね、良くないので、これはですね、後で直します。で、すいません。だから、これはですね、ここに書いてあるのが正しい ですね。すいません。だから、今ですね、ここ見ても、じゃあこの場合だけ直します。この場合だけ直します。すいません。じゃあ、この場合だけ直すんですけども、これ180度回転なので、180度回転なので、すいません。180度回転なので、もともとがこれですよね。だから、ここが1で、ここが9、ここが8で、ここが2、ここなんですね。で、この真ん中のところは、ここが10で、ここが3、ここが7で、ここなんですね。で、5は、じゃなくて、ここが11で、ここが5、ここが10で、ここが4。こんな感じですね。こんな感じになると。だから、向かい合ってるところが、入れ替わる。こんな感じですよね。こんな感じになっていると。いいですかね。で、そうすると、だからその向かい合ってるところは片方を決めればもう片方は決まるっていう形になってるんですね。これなんですよね。で、これなんですよね。向かい合ってるところ同士が同じであるというふうになるということになってまして、で、そうすると、この6個ですね。6個決めてあげれば全部決まるので、3の6乗になると。こういう形になります。よろしいですか？すいません。ちょっと図が間違っていていけませんね。これちょっと、スライドでは後で直しておきます。で、次ですね。2辺の中点を通る。だから、本来はここでやりたかったです。だから、ここに書かれる図は、ちゃんと言うと、これですね。これを書きたかった。で、そうすると、だから、これと、これで、比べるわけです。だから、1と1の色は等しいとか、2と7の色は等しいとか、こういうことを書いていくわけです。で、書いていくと、これになると、1と1の1色は等しい、2と7の色は等しいとか、これ全部こう並ぶということになります。すいません。で、これ、実際に見てあげると、この1と1とかですね、12と12っていうのは、これ変わんないんですけども、変わらないと、何も制約を与えないんですけども、他のところで、2と7が等しいとかですね、3と8が等しい、こういうのが出てきます。で、そうすると、1と12、そして2、3、4、5、6っていう、7箇所ですね。7箇所の色を決めてあげると、全部が決まるということになります。ので、浮動点の個数が3の7乗になるということになります。これ計算すると2187になります。はい。ですかね。で、最後ですね。で、最後は、頂点。はい、はい。対する頂点を、あれ？
頂点を結ぶ、ちょっとね、ここ、日本語も間違ってます。すいません、ちょっと。はい、ここ、どこ、ここが間違ってます。頂点。すいません、ちょっとなんか、ね、急いでスライドを作ると、こういうふうに間違いがたくさんできてしまうという、良くないことが起きますね。はい。だから図も間違ってるんですけども、図は後で直すんですけども、直してどうなるかっていうと、これですね。この図が出てくると。で、そうすると、1と2が等しい。2と3が等しいが、こういうのが出てきます。はい。ですね。1と2が等しいんです。こんな感じになります。で、そうすると、ここのですね、その三角形の部分、この三角形の部分が全部等しいっていうのが出てきます。ここもそうですね。この10、11、12。これで色は等しいと出てきます。で、この六角形のところありますね。ここはですね、一つ飛ばしで等しい。120度だから。一つ飛ばしで等しいということになって、4、6、8は等しい色が。で、5、7、9は色が等しいって、こういう形の制約が出てきます。で、そうするとですね、1と4とこと10の色を決めてあげると全部決まるという形になって、不動点の個数は3の4乗になるということになります。はい。で、これで全部計算ができましたということになります。で、あとは、バーンサイドの補題を適用してあげれば良いです。ということになります。はい。で、やってみますと。ちょっと、3の何とか乗を計算したものを書いてないんですけども、まあ、その、これ全部計算したものを書いて、24で割るというふうにすると、これは、計算すると、22815、22815、通り、あるってことが分かりました。だから先ほどですね、10個 書いたんですけども、これだけ書いてもですね、他にまだ、22800飛んで5個書く必要があって、それはちょっと私ちょっと書けませんって形で、ここギブアップですよね、書くことはね。もっとたくさんあるわけですけども、ちょっと皆さんですね、もし時間があったらですね、22815個ぜひ見つけてみてください。はい。まあ、それ置いといて。だからまあ、こういうふうなですね、膨大な数、になったりするわけなので、これはやっぱりその手でですね、全部書くとかっていうような形ではですね、これはやっぱり見つけられないんですよね。だからこういうのはやっぱりこの数学の威力というかですね、まあ、バーンサイドの答えで威力というかですね、まあ、こういうものがここで発揮できてるかなっていう感じはするわけですよね。どうでしょうかね。わかりますかね。うん。今ですね、これ3色だったんですよ。で、3色ってどこに来てるかっていうと、ここはこの3のなんとか乗とかが全部出てるんですよね。これこの3色だったからなんですよ。だから、これ今、N 色にしようと思うと、だから N 色で、立方体の辺を塗りますと。で、ただし、回転で一致するものは同じだと見なす。っていうふうにすると、じゃあ、そのような、塗り方、何通りありますかって言われたら、この3のところを、今、丸を打った3のところですね。丸を打った3のところを N に変えてあげると、そこで数が出てきます。それをまあ次に書きました。3色のところを N 色に変えると、まあこういう式で書けると。まあこれちょっと係数前に出した方がいいと思ったので、これに書き換えました。これそれ。で、1個重要なことがあって何かっていうと、これは計算すればこれ出てくるんですけども、これは整数じゃなくちゃいけないんですよ。で、そうすると、この後ろの部分ですね、この N の12乗足す 6N の7乗プラス 3N の6乗プラス 8N の4乗プラス 6N の3乗っていうのは24の倍数なんですよ。ってことが言えます。でですね、もし皆さん、なんだろうな、突然ですね、任意の整数、1以上の整数 N に対して、ここに書いてある式が24の倍数があるとかっていうような、ことをですね、証明せよと言われたら、どうしますかってことになります。で、皆さんもしかしたらこういうのはですね、やっぱりこの N に関する数学的記号法で証明したくなるんじゃないかなって気はするんですよ。で、まあそうだろうと思って、私ちょっとこれ試してみたんですけども、もうとてももうやる気が起きない。なんか、なんでかっていうと、ここに今 L の12乗っていうのがあるんですけども、なんだろう。その機能法を進めていくときにですね、ここをですね、k プラス1の12乗とかっていうのがこうなんか出てくるんですよ。k プラス1の12乗。で、これ展開することになるんですよね。その証明において。こんなもん展開したくない。ややこしい。って感じなんですよ。で、まあ、困っちゃうんですよね。だから、まあ、おそらく数学的機能法で証明できるとは思うんですけども、まあ、大変だと思います。で、一方で、これがですね、さっき言っていたものを数えてるんだっていうような知見があると、その時点でと、その、と、突然というか、と、すぐに、ここに書かれている式、これが、
24のバースだった音が即座にわかります。はぁ、っていう感じですよね。だから、まあ、この式見て何を思うのかってことを私もよくわかりませんけども、これを見てですね、即座にこう24の倍数であるっていうふうに思うためには、もしかしたらこういうその立方体の変の、着色っていうのをですね、考えるっていう発想があると、まあ、うまく、証明ができるかもしれないということになるわけですね。だから実際、だから今言ったのは何かっていうと、ここの話、だからバーンサイドの答えを使って、この N12 乗プラス 6N7 乗プラス 3N6 乗プラス 8N4 乗プラス 6N3 乗というのが24の倍数であるということを我々は証明したわけです。数学的な方を使わずに。いいですか。だから、まあそういうような観点っていうのが、このバーンサイドの答えにはあるかもしれないっていうことは、ちょっと気をつけておいてもいいかなという気がします。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは、だから、すいません。で、今言ったこの数値ですね。先ほど言った、N が3の場合は22,815通りありますよっていうふうに言ったんだけども、今のこの式ですね。この式、N をいろいろと入れて計算してみるとこんな感じになりますと。N が13色だったら全部でこんだけ通りありますよと。もうこれ読めないんですけども、ちょっとこれ、クライドリするとこんな感じですね。だからここが1100万10億だから、10、970、9700億。なんだかんだ。まあ、これはさすがにちょっとね、手で書きませんね。まあ、もしかしたら22,815は手で書けるかもしれませんけどね。これはちょっと書きませんね。9700億。ちょっとこれはちょっと手で書けないですよね。だから13色で立方体の辺を塗る方法をすべて書きなさいと言われてもちょっとこれ書けない気がしますよね。だからやっぱり数学偉大だなという感じ、伝わればいいかなと思います。いかがでしょうか。はい。ではですね、これで今日は終わりということになります。まあ、今日というかその離散大数の話はこれでおしまいということになりまして、まあ、この大小数を考慮した数え上げっていうのができるようになるということが最終的な目標であるとして、いうことで、その、まあ、痴漢と痴漢群の話から始めて、第2回の時にはそのバーンサイドの課題を、導くためにいろんな道具を用意して、あれですね、常用類とか、ラグランジュの定理とか、あるいは、軌道固定微分群定理とか、いろんなことを紹介してきました。で、前回と今回を使って、その対称性を考慮した数え上げ、そのバーンサイドの課題の応用というか、それをご紹介したという形になります。それで、もう一度、格言というか、この離散大数の初めの回の時に言ったことをもう一度繰り返すんですけども、群は対称性を基準する道具です。だから皆さんが何かその対称性に関して考えようというふうに思った時には、その群というもの、あるいは痴漢群というものは避けて通れないものになっているというふうに思ってください。今回勉強した内容がそういうところで生きて来るといいなというふうに思っているので、ぜひ活かしてください。はい、それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。